西川緑道公園西川緑道公園とは、岡山市北区み中田地内から柳町地内までを流れる溶水路西川に作られた浸水性緑道公園第1回緑の都市賞を受賞した。西川緑道公園は1974年度から1975年度にかけて整備され、1976年春に開園した。 岡山市の中心市街地を流れる西川用水の両岸に1974年から整備した緑道公園で全体は3つの区域からなり南から枝川緑道公園、西川緑道公園、西川緑道公園上流に分けられそれぞれ整備年次が異なる公園整備にあたっては西川両岸の道路の一方通行化などによって 沿道用地を拡幅して公園化したもので、河川の両岸に植栽地という歩道を整備している。整備以前の街並みは雑多な業態の小建築物が乱立した地域で、中心市街地としてふさわしいものではなかった。それが、緑道公園整備に伴い、街並みの再整備が進み、完成以降、公園を中心とした美しい街並み系が整備されてきた。 これは予想以上の成果であったが、沿道距離の長い緑道公園ならではの波及効果と考えられる。公園の特徴は全長 2.4km の中に多様な景観が整備されていることである。公園の形態としては敷地の構造上数十メートルあるいは百数十メートルごとに道路によって分断され、さらにそれらが数個まとまった形で幹線路によって 完全に分断されるという区画が砂上の形でつながったものになっていた。そこでこれらの分断された数個の区ごとに整備テーマを設定してそれぞれに性のある形で場の整備を図られた。これらは利用者にとって歩くたびに新たな景観が展開する仕掛けとなる。地線回遊式庭園が池を中心として魅力のある園地を池周囲に展開していったのに対して ここでは、川という細長い水面のほとりに展開していっており、このプロジェクトは、公園という、長く連続する公園用地の特性に合わせて、海遊式庭園を直線的な形で整備する、試みでもある。総事業費は2億2500万円であり、この間、市民から寄贈された樹木その他は、約6000万円に上っている。延長約0.9キロメートルで、 主要施設として、パーゴラ、水上テラス、水上広場、噴水広場、花壇広場、石張りテラスなどが整備されている。都市化の進展の中で失われつつある緑を回復し、緑豊かな都市環境の創出を図る上で、かつての農業用水が緑化の重点施策の一つとなり、緑地再整備が行われた。西川は、慶長年間に、小早川秀明。 池田忠浦によって開け掘りされ、明治年間に農業用水専用水路になるまでは生活用水として庶民の生活の中に取り込まれていた。西川の延長は本流約1 1 2キロメートルであり、旭川から分流して東では小島湾に、西では小島湖に注いでいる。岡山市の中心市街地を流れる2 5キロメートルの区間は、 昭和の初期頃までは、洗い場も設けられ、水泳や魚釣りなどの遊び場として、沿岸住民の生活に溶け込んだ川であった。さらに戦後の橋梁整備や、溶水東側の補車道の整備、下水道整備による水質の浄化など、西川をめぐる河川環境は保全されつつあったが、一方では、山陽新幹線の開通、瀬戸大橋、中国縦貫道、 山陽自動車道など広域交通体系の整備構想などの具体化に連れて岡山市は9店舗で都市化が進み緑の消失や都市郊外が深刻化していったこのため失われていく緑を回復する人間性豊かな街づくりとして緑化計画が策定されたこの中で市内の交通の中心で岡山駅に近く なおかつ商店街にも接しているという立地条件に恵まれていることから、県の代表的観光地である高楽園、カラス城に続き、西川は緑化の重点施策の一つとして、緑地整備されるととになった。西川緑道は、市民の生活の舞台としての流れと、石積み護岸、昭和30年代に両岸に植えられた柳など、 水辺景観を保全しつつ緑化することが設計の前提となっている。また、都市における道路空間を車優先から人間にとっても快適で魅力的な空間に回復させるととも主要な視点であった。1972年、西川の東側車道幅を3メートル縮め、水面を含め18.5メートルの歩行者、専用力道公園計画が策定された。 この計画は、指導西川線の通過交通の処理、緊急車両を除く車両の全面乗り入れ禁止なども、含む緑地福音の増大を図り、水の流れと既存の柳を基調にした緑道計画であった。しかしこの計画は、地元商店街などから道路福音の減少や自動車通行の禁止等の点で強い反対を受けることになる。 市長リコール運動にまで広がったとの反対運動に対処する市は計画の変更を余儀なくされた。最終的に基本計画案として地元に基本的了解を得た案は西側車道は現状のままで東側を3メートル縮小しこれに加えて緑地整備を図り計画範囲は県道岡山停車場線から国道2号線までの 1> 約1キロメートルとする内容となった。平均幅1 8 5メートルの緑道は、延長約1キロメートルの帯状の緑地で、主要横断道路によって、次のような4つのブロックに分割されている。このようなブロックごとのテーマを持ちつつ、緑道全体のテーマとしては、水と緑とし、歩行者の水面への視線を確保するため、溶水側への中木の植栽を極力控えてある。 逆に、車道側には、車道の遮蔽のための厚い緑の帯を連続させて、要所要所に常緑鉱木を廃し、植え込みの密度を変えて変化をつけるなど工夫されている。さらに、水辺への浸水性を増すため、うつに、山蜘ハ萩や、アジサイ、ショウブなども植栽されている。使用されている主な樹木は、黒金持ち猿滑り、荒かし、餅の木、山桃、 ウバメガシ、ヤナギ、木蓮、拳、南天、ニレ、石ジ、富士、椿、サザンカ、ツツジ、サンゴジュなど約1万9000本である。一方、施設としては花壇広場、水上テラス、勝負園、カスケード、アズマや、ベンチなどがある。西川緑道公園に連なる枝川緑道公園の和風庭園西川緑道公園の完成によって、 水と緑の環境の与える影響は大きく、本公園以南に延長約500メートルの緑道公園建設の要望が地元住民の間から生まれ、昭和54年に枝川緑道公園として完成した。この公園は、車道福井を縮小して緑道化し、既存の用水を利用して公園としたもので、主要施設は、地層、水上広場、トレリス、噴水広場などで、 樹木は柳を中心に7500本が植えられた。試行は1978から1979年度で、総事業費1.6億円である。枝川緑道公園に続いて、西川緑道公園の上流部についても緑道化が進められた。これによって、市内中心部を南北に貫く、全長2 4トルの緑道が完成した。 2009年に開催された第26回全国都市力カフェアでは西川緑道公園が協賛会場となった。ありがとうございます。